皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は17日に課題研究報告会、これが行われる静岡市立高校について簡単に紹介したいと思います。静岡市立高校、普通科と科学探究科、2つの科があります。普通科は定員が280人で、今年の春受験した生徒、受験生は361人、倍率は 1.29 倍でした。この数字は2月24日時点で何人が受験するかというのが新聞に発表されたんですけれど、それを元にしています。で、1年次は一般クラスが5クラス、特進クラスが2クラス、このように分かれていて、2年次からは文系と理系に分かれます。一般文系が2から3クラス、特進文系が1クラス、一般理系が2から3クラスで、特進理系が1クラス、こうなっています。そしてもう一つの科学探究科ですけれど、定員は40名です。で、実際に受験した受験生の数37人で、倍率は 0.93 倍でした。この科学探究科では英語と数学と理科、これは1クラスを2つに分けて、一人一人が分かりやすいように細やかな指導をするそうです。さて、この学校の進路ですけれど、2023年の卒業生ですね、今年の春に卒業した生徒、これを公表しているんですけれど、国公立大学の現役合格者158名と言いますから、これ学校全体の人数の約半分の生徒が国公立大学に現役で合格していると、このようなことになっているんですね。今回は静岡市立高校、この学校を簡単に説明させていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。